や、ツイッターフォロワー何人でしたっけ。いや、あんまり私見てない。いやいや、26人でしたよ。皆様ごきげんよう、高松菜奈でございます。本日は政治家の方に突撃ということで、中野区議会議員の渡辺様にお話をお伺いしております。ごきげんよう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、というわけでどんどんお話伺います。はい、どんどん来てください。はい、こちらに質問ボックスがございます、はい、では続いての質問こちらです。はい、あ、なるほど。政治家になって達成したことは。これはですね、はい、まだないですね。ないんですか。達成ってことは何かを成し遂げたってことですよね、はいはい、これはですね、まだ私、まあ、なって1年ちょっとですけど、はい、ないです。ないんですか。これはですね、ちょっとまずいんじゃないですか。だって皆さんの期待を背負って議員になられて、本当にですね、申し訳ないですけども、何かを成し遂げたっていう風な成果っていうのは、行政側に対してなんかこうやってくれっていうので成し遂げたことはないです。そうなんですか。残念で、残念ですね。ちょっとだって1年間結構なお金が投入されてるわけですよね。そうなんですよ。で、まあ一応まあ、やってほしいっていうことを行政側に言ったことっていうのが、まあ生活保護制度っていうものがまあちょっと悪用されているようなことが最近世の中まあ問題になっているところもあって、そういうのをちょっと規制というかですね、適正化した方がいいんじゃないかっていうんで、ホットラインを作ってくれっていうことを行政側に質問したことがあったんですよ。まあもうケースワーカーの人もすごい少ない、足りないから、ちょっとまあ一般の人たちがこういうふうな、この人ちょっと怪しいよとか、はい、調べたもんじゃないのみたいな、はい、そういったような、まあ110番作ってっていうふうなことを言ったら、それはちょっと今できないっていうことを言われたんで、はい、自分で110番は作りました。それぐらいですよ、やったことっていう。自分で110番を作ったってどういうこと。いや、自分で携帯番号をなんかこう、はい、契約をして、でそれを議会レポートみたいなものを載せて、はい、なんかそういうふうな情報があったらこちらでお寄せくださいと。で、私がその行政担当者に、まあ、こういった情報が入ったので、ちょっと確認してみてくださいっていうことをやりますんで、はい、あ、そうなんですね。ご自身自らでそういうことをやる。そうです。だから自分がやってるだけですね。あ、なるほど。それ成果とは言わないじゃないですか。ただそれを、そうですね、成果というのもあれですし、成果じゃないんですよ。あと、なかなか検索しても出てこなかったですよ。大変でしたよ。中野区内の撒いてるものでやってるんで、はい、あ、なるほど。じゃあ 私中野区ではないので、なかなか情報を得られないってことですね。すいません、ちょっとそこは今はい、やってますんで、もう少々お待ちください。ちょっとね、まずいです。ホームページもないじゃないですか。ホームページは作ってないんで。いやいや、1年経ってホームページもないってまずくないですか。ツイッターとフェイスブックはやってるんですけども。いや、ツイッターフォロワー何人でしたっけ。いや、あんまり私見てない。いやいや、26人でしたよ。ちょっとまずいですって。ちょっとそこはですね、これから一生懸命やっていかなきゃいけないなと。何をしてる人かもう分かんなかったんです。あ、本当ですか。はい、一生懸命調べたんですけどね。分かりました。ちょっとじゃあホームページを、はい、早急に作ってください。はい、やっていきます。絶対作ってください。約束します。いや、作りますか。大丈夫です。はい、ありがとうございました。それでは引き続きお話を伺いたいと思います。はい、それではまたごきげんよう。高松菜奈チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんは、シューベルト。